はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もラーメンを食べに埼玉県に来ております。本日伺うお店はですね、僕の動画でも何回も撮影はしております中華そば1363にお邪魔しようと思っております。こちらのラーメン屋さんはいわゆる燕三条系みたいな、背脂がジャッと乗ってて岩のりが乗ってるみたいな、そんなタイプのラーメンを提供しているんですけれども、マジでここのラーメンに関しては別次元のうまさ、何回でも通いたくなるようなめちゃくちゃうまいラーメンを提供してるんですけれども、なんか最近ねスープ自体をリニューアルしたらしくて、これがねどんなものか気になって気になってしょうがなくて、今回はねこちらの1363にお邪魔させていただこうと思っております。僕もね以前ラーメンだったりとかいろんなメニューを食べてて、ほんとうまいんですよ。感動するレベルでどのメニューもうまくて、今日もねものすごい楽しみな気持ちで、何もね朝からもちろん食べておりません。営業終了30分前に約束させていただいているんですけれども、この時間でもね駐車場もいっぱいで外待ちをしているぐらい超人気店ですので、ぜひね皆様もこの動画を見てもらって美味しいラーメンにね誘惑されていただければと思います。それではね約束の時間となっておりますので、早速店内の方に向かっていきたいと思います。ということで、ただいまね、店内に入っております。今回は特製の中華そばと特製の油そば、計ね、2杯いただく予定となっております。で、これね、1363、油の量が選べるんだけど、ラーメンの方はひとまず普通で、油そばの方なんですけれども、一番ね、油の量が多い、鬼油という。僕もね、ちょっとね、頼んだことがないので、どれぐらい油が入ってるかわかんないんですけれども、ちょっとね、そちらのがっつりとした2杯を食べていこうと思います。ということで、ただいまね、1杯目到着いたしました。こちらはですね、特製の中華そばでございます。もうね、めちゃくちゃうまそうな匂いがしてるんで、これね、伸びないうちに早速ね、いただきます。もうこれでもね、油量は普通なんですけど、見てこの感じ、たまんないね。いただきます。あー、うまっ。確かにね、以前食べた時よりも、ぐっと煮干しの感じ、これがすごくくるんだけど、ベースの豚のこの旨味、それが強いのでグッとくる煮干しの旨味も、ね、豚感って、ね、ちょうどいいんですよ。めっちゃうまいな。うまっ。そしたらこちらの自家製麺もいっちゃいましょう。もうこれさ、見るからにもちもち感が伝わるんだけど。いただきます。これ麺の小麦独特の甘い香り、そこにねこの煮干しのグッとした風味がものすごく合いますね。うまっ。うまいな。がっつり系の味付けなんだけど、どんどんねスープ飲んじゃうのよね。マジでそれぐらいうまい。見てこれ、このチャーシューやばくない？これね、チャーシューめちゃくちゃ分厚いっす。やばいね。うまっ。そしたらね、このねトッピングにある岩のりもしっかりこれスープ浸して混ぜ合わせて、いやもうこれは見るからにうまいっしょ。やばいね。うん、これちょっと止まんないわ。うん、うん、今日はね遅い時間ってのもあってライスとかが売り切れだったんだけど、売ってたらねもう絶対これライスと合わせたいね。これね、動物感の強いスープとか、これを吸い込んだ麺、絶対にこれ白いご飯に合うよ。もちろんさ、揚がったばっかりの麺もうまいんだけど、こうやってね後半のこのスープのうまみが染み込んだ麺、これがねめちゃくちゃうまいです。
ちょっとね、これ残りの具材も味玉だけになってしまいました。最後一口いただきます。ちょっとこれうまっ、ごめんだけど今日はね、そんなに量も食べないからこれスープいかせていただきますわ。ということで一杯目完食いたしました。ごちそうさまです。いやこれはマジで反則的にうますぎるわいや僕もね動画では何回か食べてるんだけど、それでもねまた食べに行きたいなっていう気持ちが収まんないぐらい、個人的にはもう本当にこの1363虜になっておりますそういえばね、この1363、油の量をね選べるのはもちろんなんだけど、それ以外の辛油っていう辛みがある油をトッピングすることも可能なんだけど、それもね辛さが選べまして、中辛、大辛、激辛で鬼辛があるんだけど、こっちとはねさらにもう一段階上、力ってものがあって、僕個人的にはね辛いものも油も大好きなんで、いつかねこれ皆様にも紹介するような動画も撮りたいなと思っております。だから間違いなくね1363にはもう一回撮影来るだろうね。ということで、ただいまね2杯目のこちら特製の油そば到着いたしました。こうやって見ると表面はね具材に引き詰められてるので、鬼油がどれぐらいかっていうのはちょっとわからないんですけど、これね早速食べ進めていきましょう。いただきます。やっぱり油そばですから、これ全部具材混ぜていきましょうか。うわうまそうよ。これちょっと見えるかな、カメラ越しで。これ粒になってるね、細かい油がめちゃくちゃ入ってるしたらこれいただいちゃいましょうか。うまっ。確かに鬼油にするとめちゃめちゃ油多いんですよ。でもベース全体の旨味というか、その味わいそれがねすごく強くあるんで、鬼油でもね全然重いって感じないですね。またねこれ食べていただくと分かると思うんだけど、メンマの味がね染み込むとそれがねものすごくうまいんですよ。ちょっと口で説明できないんだけど、この油感にメンマの風味がすごく合ってる。うまっ、めっちゃうめえ。今までの撮影で鬼油したことなかったと思うけど、油を増すのはやっぱ合うわね。本当にベースの作り込みがしっかりされてるから、油をね増してもぼやけないんですよね。そこがすごいよな。そしたらね、こちら味変としていただきます柚子七味マヨネーズも入れてみましょう。よっ、よいしょ。これやっば。七味の辛み、柚子の爽やかさ、それがねこの油感とぴったり合うね。これはうまいわ。両方大盛りにしてんだけどさ、もう具材これだけよいただきます。で、油そばに関しましてはこれ最後に残ったものをスーパーでできますので、締めにスーパーで頼んでいきましょう。そしたらごめんなさい、スーパーでお願いしていいですか。ありがとうございます。よいしょ。いや今こちらねスーパーで到着いたしました。スーパーではこんな感じでございますね。これねスーパーですると煮干しの香りがすごいぞ。ちょっといただきます。うわ、これスーパーで煮干しベースのスープなんだね。すごいな。これ煮干しの風味がものすごい立ってる。
はい、ということで2杯目も完食させていただきました。お疲れ様でした。会員禁止令自分に出してるのに結局スーパーリも含めて2杯とも会員してしまいました。まあね